校の時やった以来覚えてないだよね。覚えてないよね。私は書道幼稚園の時から始めたからもう10年以上やってるの。だから私に任せて。道具の準備の仕方忘れた。じゃあ一緒になぞ。you
私もあるよ。好きな文字書こうよ。ね、やっぱ好きな文字だったら飽きないと思うしね。じゃあさ、好きな文字書こう。じゃあね、今はね、お肉食べたいって書くね。
ちろんもちろん。